明けましておめでとうございます。釣り子 TV です。福袋。これはですね、キャスティングさんで8800円。ね、なんか末広がりでいい感じじゃないですか。ってことは、ものすごいいいものが入ってくれていないといけない。でね、今回こういう中身の見えないタイプのね、福袋。まあ最近は中身が見えて納得した上で買うみたいな福袋が多いですけども、やっぱりこういう中身がね、わからないやつってのは燃えますよね。プラグがいくつか入ってる様子ですよ。じゃあ早速ね、開けていきたいと思います。中見ないようにしてね、開けていきますよ。まあ、まあ、一個は言っとかないとね、もうね、結構ね、福袋ひどい目に回ってるから、もう、買わないでいいかなっていう感じなんですけど、まあまあ、正月だからね、こういうの必要かなと。じゃあ早速。一番に手触れたものから出しますね。じゃじゃーん。まあ、ですよね、っていう感じの。ロンジンのウィキブーですね。でかいサイズも出ましたけど、やっぱり釣れるのはまあこのサイズ感かなっていうことで、で、あれですね、キャスティングの別注カラーね、釣れそうなカラーですね。結構ね、人気なコンテンツですよね。キャスティング結構いろんな折りから出してるんで、その中から一つ。まずウィキブーね。やっぱり入ったな。そんな感じがします。で次ちょっと小さめの箱を置いてまーす。じゃじゃーん。お、はい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 。あ、これも別注カラー。マニックですね。バチ抜けのシーズン、まあ大体東京湾だと、まあ2月からバチが始まってますけど、本格的に激しくバイトがもらえるのがまあゴールデンウィーク前後かなって自分のイメージですけど、そんな時に、必ずね、ボックスに一つは入れておきたいマニックの、これまたキャスティングのね、別注カラー。マニックもね、いっぱいサイズが出てるんですが、この9号マニックってのはね、本当よくね、食ってくれるカラーなんで、カラーっていうかまあサイズですね。いいんじゃないかな。はい、マニック入ってました。ちょっと大きめの、じゃじゃーん。ん？あ、ラッキークラフトのサミーのトリプルフック仕様の、まあなんだろう、これ USA 仕様のやつなのかな。キャスティング別注カラーっていうことで、釣れそうな色ですね。人気のありそうな色。これはキャスティングでしか買えないんですかね。別注カラーっていうことで、スーパーサミーのこれ126ってやつですね。結構ね、知り合いがですね、運河の釣りとかでこれでね、巨大な魚をね、かけたなって言ってたんで、売ってるところには売ってるけど、売ってないところには結構売ってないんですよね。の、別注カラー。あ、全部今別注カラー。これ別注カラー福袋ね。まだ入ってますよ。8800円の福袋です。引き続き。お、ダブルマニック来ましたね。ダブルマニック来ましたよ。マニック2個入れてくるか、ね。でもね、これもね、別注カラー。まあ、さっき説明したのは、マニックのキャスティング別注カラーの、まあ、95っていうサイズ。一番使いやすいサイズだ。はい。いよいよ、あ、まだいくつかあります。じゃあ次ちっちゃい箱。結構いっぱい入ってますね。お来たぞ、キャスティング、これ。牙を向いてきたぞ。トリプルマニック来ましたね。3つやりすぎじゃねえのかなと思うんだけど、まあ、別注から1、2、3っていう感じですかね。おなんだ、ちょっと一回整理しますよ。マニックが、マニック3つ入ってました。マニック好きにはたまらない福袋といった感じでしょうか。はい。まあね、シーバスっていうのはカラーローテーション
でこう複数匹ねヒットを導けるターゲットであるんで、こういう微妙なカラーローテーションっていうのがいいんじゃないですかね。これに整理すると、あとウェイキーブーの別注カラーとサミーですね。まあまあでも8800円だったら結構数はいっぱい入れて、もうなんで3つ入ってんぞっていう感じは否めないですけど、じゃあいよいよね最後の1個です。最後これ、おっとエリテン来ましたね。エリテンの別注カラー、なんでしょうか。はいはい、まあ、バチ抜けのシーズン使ってねシリーズが、はいはい、こういう感じで来て、でまあこの白シーズンなんかに効くよってね、秋に効きそうなウェイキーブーと、まあこれはねハイシーズンであればサミーなんかは比較的ハイシーズン突入すればいつでも活躍の機会がある。キャスティングの別注カラーファンにはたまらない福袋っていう感じじゃないですかね。これマニックね、3つはやりすぎじゃないかなって。これ メガバスのルアーがこれに1個でも入ってたら、もうちょっと満足感高いかな。結構ね、メガバスもね、キャスティング別注のルアーいろいろ展開してるはずなんで、まあ、ここら辺に、この2個を1個にしてもいいから、メガバスの別注のなんか入れてくれたらもうちょっとバランス感が良くなるんじゃないかななんて思うんですけども、まあまあまあ福袋ってこんな感じですね。うん、なんだ、湿気だ、帰る。